最新一万は、大韓民国のインチョン広域市出身のプロ野球選手、右ト左打。MLB のタンパベレイズ所属。2010年、シアトルマリナーズと契約。ルーキー級アリゾナリーグマリナーズと A 級ハイデザートマーベリックスでプレー。アリゾナリーグでは8月31日に MVP を獲得した。2012年は A 級。 クリントン・ナンバー・キングスでプレーした。2013年は A 級ハイデザート、AA 級、ジャクソン・ジェネラルズ、トリプ AA 級タコマ・レーニアーズでプレーし、同年行われたオールスター・フューチャーズゲームに選出された。オフの11月20日に40人ワーク入りを果たした。2014年2月25日にマリラーズと1年契約に合意した。3月11日に トリプル A 級タコマイ移動した。4月17日に薬物違反で50試合の出場停止処分を受けた。2015年3月5日に DF となり7日にトリプル A 級タコマイ移動。オフに自由契約となった。2015年11月24日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。直後の12月10日、ルール5ドラフトにより ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。ロサンゼルス・エンゼルス時代2016年は開幕25人枠入りし、4月5日のシカゴ・カブス戦でメジャーデビューした。しかしながら14試合で打率、056と振るわず、5月11日にリーフ、5月15日に40人枠から外れる形でトリプル A 級ソルトレイクビーズへ配属された。 7月9日、エンゼルスに復帰した。最終的には54試合に出場し、打率、170.5本塁打、12打点に盗塁を記録した。12月23日にリーフとなり、2017年1月5日に40人枠から外れる形で、トリプル A 級ソレトレークへ配属された後、11日に FA となった。2017年1月14日に、 ニューヨークヤンキースとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕は、参加のトリプル A 級、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースで迎えたが、7月5日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。7月19日にリーフとなり、23日に40人枠を外れる形でトリプル A 級、 スクラントン・ウィルクス割に降格した。10月13日に FA となった。2018年1月15日にミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月28日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。2018年6月10日に、 ブラッドミラー及び金銭とのトレードでタンパベイレイズへ移籍した。その日のうちにトリプル A 級ダーラムブルズにオプションで降格した。7月11日にメジャーに昇格した。レイズでは49試合に出場し、打率。269.8本塁打、27打点だった。2019年は自己最多の127試合に出場し、打率。 261.19本塁打63打点を記録した。2020年はスイッチヒッターに挑戦し、右打席でホームランも放った。60試合の短縮シーズンで42試合に出場し、打率230.3本塁打16打点だった。結局、スイッチヒッターはこのシーズンのみとし、オフに再び左打ちに戻した。オフに、 来期の年俸として、蔡は単年245万ドルを求めたが、球団から提示されたのは単年185万ドルだった。これを受けて2021年2月5日に、朝廷回避のための公聴会が開かれた。結果は蔡に軍配が上がり、単年245万ドルで契約公開した。ありがとうございます。